こんばんは、速稼塾のコボです。今日のね、陰キョやつは変則的にちょっと夜8時ぐらいにお送りしております。この2色メロネですね、メロンパンとコロネを、まあ、一緒にした名前でメロネと言います。まあ、4割引きシールがいつものように貼ってあるんで分かりにくいと思いますけども、ドラッグストアに行ってね、4割引きのものだけを買ってきたシリーズになります。で、こちらの方がカロリーがね、318キロカロリーなんで、まあまあ許容範囲ですね。少ない方だと思います。ただ4割引きなんで、もう日が経ってますんでね、あのもちもち感とかほっこり感とか失われてると思うんですよ。だから一番美味しくないタイミングで食べるというね、どうなんでしょうか。ちょっといただいてみますね。コロネのような形してますんで、あの非常に細い方から食べるとこっちからね、あんこがぐにゅっと出ちゃうみたいな感じですけども、しょうがない、こっちから尻尾の方からいただこうかなと思います。メロネ、ホイップクリームに達してないんで、この外の生地のね、クロワッサン調の、パリパリ感を味わっております。じゃあもう一口いただくと、ホイップがパッと広がるんじゃないかなと思いますね。これですね、辛いものも好きなんですけど、甘いものも好きなんですよ。白とカスタード色の黄色っぽいクリームが見えますか？影になって見えないと思いますけど、こうか。これは絶品。でもどこがメロンパンなのか分かりませんね。メロネという名前なだけであって、メロンパンの要素は入ってないですね。あとちょっと期待したんですけど、なんですかね。まあいいや。これはね、珍品ですよ。なかなかお目にかかることができないと思います。多分これ試験的に出して珍しすぎて売れなくて4割引きになったと思うんですよ。こういうね、廃盤になりそうな新品、私大好きです。食べれてラッキーですね。 YouTube に残ったってことは、山崎スパの担当者の方、もしかしたら YouTuber に取り上げられましたってことで功績になるかもしれないですね。なかなかいけるぞこれ。この甘さで318キロカロリーはいけるんじゃないですか、なかなか。上出来です。ありがとうございます。ごちそうさまでした。うまい。